皆さんこんにちは。京都芸術大学アドミッションオフィス大西です。今日は、京都芸術大学がメインで行っている体験授業型という非常にユニークな入試について、説明をさせていただきたいと思います。それぞれ23のコースが別の全くそれぞれ全く違う授業を用意して、その授業の中で皆さんも総合的に評価するという入試です、はい、今日はですね、漫画学科、漫画コースの先生方に来ていただいて、その体験授業を直接皆さんに説明してもらおうと思います。鴨志田先生と細井先生です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、9月に行われる体験授業型選抜1期漫画コースの授業の内容を教えていただけますか。はい、漫画学科の授業ということで、おそらく皆さん絵を描く授業じゃないかなというふうにまず頭に浮かぶと思うんですけれども、もちろん絵も描くんですけれども、その前に漫画はやはり読み物なので、ストーリーを作らなければいけない。で、多分高校生の皆さんはあんまりまだ物語を真剣に作ったことがない人もたくさんいると思うんですよね。確かにそうですね。だけど、はい、この物語を作るというのは難しいことではあるんですけれども、考え方に法則があるといえばあるんですね。で、この、体験型の授業では2日に分けてやりますけれども、1日目は、キャラクターはどういうふうに発想して作っていけばいいかというような講義を先生がします。あまり細かいことはね、言えないですけれども、一応キャラクター、まあ簡単に言うと、君たちも子供の頃大好きだったと思うんですけど、戦隊ものでありますよね、はい、なんとかレンジャーとかっていう、はいはい、あれって色分けがしてますよね。 ありますね、はい、その色分けにもあれただ単純に赤だ黄色だピンクだってやってるんではなくて、はい、色から来るイメージでキャラクターの性格を作ってるんです。で、そういうようなことの講義をこういう風だよ、はい、で、まあ、もちろんキャラクターだけではなくてストーリーには吉祥転結というものがあるので、 ね、それもこういう形でこういう方法で考えていくと考えやすいよというような講義をします。カレー好きは決まってそうですけどね。そうですね、カレー好きは絶対に起用だろうなと思うし、でそうなるとカレーを食べるストーリーとか作るのかなと思うけど、わかんないですけど、でもレモンが好きかも。そうか、確かにね。ああ、そう、あとは一つの、それは縛られちゃいかんですよ。ね、それが漫画の考え方なんです。確かにキレンジャーは別に何だっていいわけですよね。はい、確かにレモンピンクは別に女性じゃなくてもいい。確かに。そうです今やっぱもう古い。ピンク女性は古いと思う、やっぱり。うん、そういうような自由な発想で、うんうん、これは1日目は講義を受けて、うん、そして島を作って何人かで、はい、5、6人のテーブル。はい、で分けますので、うん、そこで、初めておそらく会った人たちですけれども、はい、ね、みんな漫画好きということは共通しているわけです。確かに。そこでいろんな話をグループ内でしてもらって、はい、そこでコミュニケーションを取ってもらって、そう、なんかやっぱりちょっと人見知りですよね、やっぱ当たり前ですけど ね、はい、ね、なんかちょっとなんかよそよそしくて、はい、こうやっぱりこうみんな座った時は、はい、なんか、ちょっとこう、ちょっと観察とかしてるんだけど、はい、でもなんかね、やっぱりこうギュッと急に仲良くなる瞬間ありますよね。なんかこう、何見てんの最近みたいな感じの、なんか漫画の特有のその作品とかで、見てるとか、なんかそんな感じでこう、なんか仲良くなるのが、なんか漫画なんか独自のコミュニケーションだなと僕なんか見てて思います、なんか。はい。すごいいいなと思う。で、我々はそういう、皆さんコミュニケーション取ってるのも、正直チェックします。はい、全てそういう判定材料になってます、ね、それ言っていいんですか？それをチェックします。みんな嘘でなんかめちゃくちゃコミュニケーション取ろうもういるんじゃないですか。なんかもうね、やたらとなんかすごいガンガン発信してわあちょっとこいつ鬱陶しいみたいになるかもしれない。コミュニケーション力だけで取るわけではない。そうなんですね、やっぱね、その制作したものの、完成度も見ますし、キャラクターもちろん絵も描いてもらう、でざっくり文章も描いてもらうんですね。プロットというものなんですけれども、自分はこういうような話を考えますというプロット、だから文章力も見ます。漫画学科なので絵だけ描いてりゃいいということではなくて、文章も見ます。なるほど、はい、コミュニケーションも見える、はい、我々が声かけしていろんなことも話をして、あ、こういう学生かなというのをそれこそ見て、でそれが1日目です。はい、2日目はもう完全に判定のものを書いてもらうということなので、我々もアドバイスはそこまで気にはしません。1日目はかなり聞かれたことにも答えますし、こうしたらいいよというアドバイスをたくさんします。でそれをもとに2日目、今度は審査用の
作品を書いていただいて、はい、そして、まあ、面接も含めてですね、いろいろな、まあ、やっぱ入試ですからね、はい、そこで合否をつけなければいけないんですけれども、まあ、我々の希望としては本当にいつも思うんですけど、全員来て合格出して全員とやりたいなと。あ、そこまで距離が近くなるってことですね。なりますね。はい。はい、ありますよね。なります。すごい。我々その1日目は今、細井先生おっしゃったように、はい、なんかこう、学べるんですよね。はい、1日目から、あ、もうなんか適当に書いてくれって言われたら、もう正直やっぱこっちももう、もう4本足同じ長さの動物書くしかない、もう、はい、もう終わりみたいな。で、なんか吹き出し書いて犬ですとか、もうそんなことやるしかない。初心者マーク。初心者だから分かんない。漫画書いたことない子たちもいっぱい来たりとかする。そんな子たちのために1日目は学べるみたいなことをやって、こう書くんだよ、ああ書くんだよってことを踏まえた上での2日目の本番のテストですよね。そうですね。漫画描いたことないよっていう子でも全然来てください、そうですね、はい、1日目そうやって学べますし、学んでしかもそれを生かしたものを2日目にテスト出ますし、1日目はだから気軽にいろいろと本当にこれどう書くんですか、こう書くんですかとか、我々もこれはもう少しこうやった方がいいよって話も当然だからコミュニケーション結構取りますよね、はい、そうです、コミュニケーションそうだし、どのように楽しんでもらってるかというのを見ます。やっぱ面白くないと、はい、そうですね、うん、勉強って面白くないと嫌ですから、しかも4年間やらなきゃいけないですね、そうです、だからどのくらい楽しめるのか、はい、我々もその楽しませる努力というのをしていますけれども、はい、受験生の皆さんも積極的に楽しんでもらえればと思ってます、うん、分かりました、ありがとうございます、うん、なんか初心者マークをつけた自分も参加できるような、全然参加できます、はい、問題ないです、はい、ではもうね、ほとんどもうお伝えくださっているような気はするんですけれども、改めて受験生に対してメッセージがあれば最後伝えていただけるのか、じゃあ言ってください、もうお願いします、熱いメッセージを、はい、お願いします、まあ、先ほど言いましたけど、入試ということであまり構えず気楽に、はい、ちょっとどんなもんかな覗いてみようかぐらいの気楽なつもりで来てもらえると我々もありがたいです。そんなにこういうことを勉強していかなきゃいけないかなとか緊張しないでください。そんな前準備いらないです、教えますから。ありがとうございます。はい、本当に今日はよく授業の内容が分かりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。では他にも23コースそれぞれ授業を用意しています。とにかく興味があるなというものはぜひチャレンジしてみてもらいたいと思います。はい、では今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。